こんにちは今日はヤングの実験を考えたいんだけどもえまずヤングというのは実はイギリスの物理学者なんだこのイギリスの物理学者であるヤングがえ実は光が波であることを説明する実験これがまさにヤングの実験なんだ。えまずは干渉の条件をを確認したいんだけども黒板を見ようえこれはおさらいなんだけども「波源が同位相の干渉条件もう一回おさらいだよ」。 今、ハゲン S1、S2、二つあって同位相だったとしよう。えそして、点 P における干渉条件は、えもちろん距離の差だよね。S1P と S2P の距離の差が、半波長が基準だったよね。半波長の偶数倍で強め合う。えそして半波長の奇数倍であれば弱め合う。さあ、これが干渉の条件なんだけども、今日はこれを踏まえて、ヤングの実験とは何かな、これを説明していくよ。 さあ、あヤングの実験を説明したいんだけども、まずは黒板を見よう。え、ここに光源があって、ここから光が送り出されているよね。光は波だということを全体にした話を進めたいんだけども、光源の右側には S ゼロというスリットがあるね。まあスリットただの穴だと考えよう。さらにその背後に S1、S2、二つのスリットがあって、S ゼロ、S1、S ゼロ、S2 は 等距離え、そして s1 から s2 までの距離は d メートルだったとしようえ、さらにさらに S1 S2 の右側ラージ l。離れた場所にスクリーンがあって、ここに光を映し出すということを考えていこうね。s0 を通る水平線とスクリーンが交わる点を o と書いておこう。さあ、これで準備が完了なんだけども。 まず光源から送り出された波が S0 を通り抜けるときに波特有の現象が見られるんだえ、それどういうことかっていうと穴の幅がつまり S0 ていうスリットの幅がめちゃくちゃ小さいとここを波源として同心円状に波が広がるという現象が見られるんだこのいろんな方向に波が広がる現象のことを 解説って言うんだいい波を考える上でこの「解説」という言葉はキーワードになるからしっかり覚えるよね。いいこの狭いスリットに入社した波がいろんな方向に波が広がる現象のことを解説と言うんだだから解説によって S1 と S2 に波が送り届けられる。さらに S1 S2、でも解説が起きるよねということは S1 と S2 は2つの波源だということなんだけどもどんな波源かな同じ距離進んだのであれば S1 と S2 は当然同位相だよね。これ書いとこう。S1 と S2 は同位相の波源なかなか大切な情報だよね。 スタートが同位相であれば干渉の条件どう書けるかなそれを考えていきたいんだけどもさそしてスクリーン上に一つ点取ってよね。点とこれどういう場所かっていうと最初に登場した O から測って x メートルを離れた場所だったとしよう。ではこの点 P での干渉の条件をこれから考えていきたいんだけども一つ条件を与えるよ。 どんな条件かなっていうと Dm とか xm はこのスクリーンバンの距離ね2つのスリットからスクリーンバンの距離 L に比べて非常に小さいというのを不等号を2つ書いておくことによって L に比べて Dx はめちゃくちゃ小さいっていう記号なんだいい 不等号1個だけだとただ小さいだけなんだけども不等号を2つ書くことによって非常に小さいっていうことを表してんだこの記号をちょっと頭に入れといてさあこの条件下でまず何が知りたいか点 P での感渉を考えるためには距離の差が知りたいよねそこで S1P と S2P の距離の差を計算したいんだけどもいろいろ方法があるんだ。 いいろろ方法がある例えば S1P と S2P の長さを D とか L とか X を使って別々に計算するでも構わないんだけどもちょっと大変これから S1P と S2P の距離の差を簡単に計算する方法を説明したいんだけどまず S1S、e、の中点あるよね。 直角三角形ができるよね。えどんな三角形かなというと底辺ラージエル高さ x の三角形が見えるよね。えその長角をシーターとしよう。え次 s1p と s2p は d メートルがめちゃ小さいのだからい l に比べて d ね l に比べて d をとっても小さいということはほぼ平行とみなすことができるんだ。 どういうことかっていうとちょっと S1S2 を拡大して書いてみたいんだけどもさ S1 と S2 先ほど中心線があってその中心線この点と P を結ぶ線分シーターの方向だとそこねこの部分を拡大して書いたんだけども。 S1P と S2P は d メートルどんどんね小さくしていくっていうイメージでどんどん小さくしていくとほとととんど平行みなすことができるよねそれを書きたいんだけども S1 から P に向かう光と S2 から P に向かう光はほぼ平行つまりみんなシーターの方向に進むと考えることができるわけだ。そうやっておくと えまずかからに向かってて線の足を下ろしてみよういいこの水線からうんと離れた P までは同じ距離を進むと考えていいえつまり距離の差っていうのは SP の方が長いんだけどもこの部分が距離の差に相当するのわかるよねじゃあここの直角三角形があってえまず左辺の長さは d メートル 聴角は一体いくらかなっていうともちろんここもシーターだからここの部分もシーターであるるとが分かるよねえつまり距離の差に相当する値はっていうと、D、サインシーターと表すことができるこれがまず距離の差ここまで大丈夫かなえさらにじゃあサインシーターは一体いくらかなっていう話なんだけども えもう一度最初に次に戻るとここ直角シータの三角形があって底辺ラージエル高さエックスの三角形があるよね本来サインシータっていうのは斜辺と高さの比だよねえところがえもう一度最初にここにねエックスに比べエックスはエルに比べてめちゃ小さいつまりこの直角三角形の底辺に比べて高さが非常に小さいということはシータは とても小さいことがわかるよねシーターがとても小さいときに実はサインシーターは近似的に単然とシーターに等しいことがわかるよねこれ以前に見たことあるの覚えてるかな以前に浮き上がりっていう現象が出てきたときにもこの近似が出てきたね角度がめちゃ小さいときに サインとシーター非常に近い、これちょっと覚えとこうね。え、そうすると、タンジェントシーターであれば。エル分のエックスと表すことができるよね。この三角形で。底辺分の高さなんだから。タンジェントであれば、エル分のエックスと書き表すことができるわけだ。え、すると。距離の差をもう一回書きたいんだけども D ーー。D サインシーター。デサインシーターは。 近似的に d かける、L、分の x と書き換えることができるこれがヤングの実験における距離の差だなっていうことになるわけだ。あとは半波長の偶数倍か奇数倍かで干渉の条件を考えていきたいんだけども偶数倍強め合いとなるよねそもそもスタートが同位相だから。 偶数倍で強め合い、奇数倍で弱め合いとなる。強め合うっていうのは、いいスクリーン上で光が強め合うと、何が起きるのかな。光が強め合うと、明るくなるよね。つまり、強め合いっていうのは、光の乾燥の場合は、明るい。え、実は明るい、まあ、それは一本だから、明るい線となる、明線となるんだね。え、それに対して、偶数倍、明るいのに対して、奇数倍は。 弱め合いとなる光が弱め合うというのは暗いという状態が起きるよねこれは暗線となるわけだこれがヤングの実験における干渉の条件だなそれがここに出るよさあヤングの実験まず距離の差は D×L 分の X これいつでも出すんですよね。ポイントは 平行とみなして垂線下ろすこの部分が D サインシーターと考えていいサインシーターは近似的に D タンジェントシーターに置き換えるえタンジェントは底辺分の高さだよっていう流れねえそれからいつでも出せるよねあとは半波長の偶数倍で明線となる奇数倍で暗線となるんでこれがヤングの干渉の条件なんだよね さあ練習やってみようね練習光源から出た単色光をスリット S に通しさらに近接した2本のスリット AB に当てたところスクリーン上に明暗の島が現れたこれがスクリーンなんだねでこのスクリーン上に明暗の島明るい暗いっていうのはまさに干渉だよねでスリット AB は S から遠距離に置かれいい子大切だよねスリット AB は S, S から遠距離、えちょっと書いておくか。S と A 結ぶ、S と B 結んだときに同じ距離だよ。とっても大切だよね。遠距離に置かれ、A と B の間隔は d とすると。え括弧1。スクリーン上で点 P に明線が生じた。明線強め I だよね。さあ O から P までの距離 x こね。O から P までの距離 x を 求めようとつまり名線がでできる場所どこですか、えー、ただし D、X、は L に比べて十分小さいとし必要ならば整数 M, M 0と与えられていなくそれを用いようと、えー、まず点 P での干渉の条件、えー、最初に与えたいのは距離の差だよね。で距離の差はもうすでに説明した通り この a から pb から p を平行と見なしてこれ平行と見なして垂線の足を下ろすであとはこの部分が距離の差 d サイシーターだよねとこの辺の流れはすでに説明済みなのでまず距離の差を d とこれシーターは l 分の x ってやつがあったよね。それを使うと距離の差は d×l 分の x これが距離の差。 これもすでに説明済みだよね。あとは点 P. での干渉の条件は半波長のさ。さどっちかな。ここ大切なとこなんだけども。P. 点は明るい。って言ってるよね。明るいっていうのは強め I. だよね。そもそも A. と B. は S. から等距離だから。同位層だよね。波源 A. B. が同位層であれば。 偶数倍で強め合う。いえ、半波長の偶数倍で強め合い。奇数倍で弱め合いだよね。え、もちろん、明るいっていうのは強め合いの条件だから、半波長の。偶数倍。まあ、エがゼロ一二が与えられてるから、偶数は二 m と書き表すことができる。これがスクリーン上点 P で強め合う条件。明るくなる条件だよね。 あとはこれから強め合う場所が知りたいという話なんだけども2と2が約分できるよねえこれで明るくなる場所 X は両辺 d で割って l 倍すると d 分の l ラムダの m 倍と書き表すことができるこれが線ができるる場所だなっていうのは分かるよねえこの結果から何が分かるのかな。 もう一度 M 確認するとゼロ一二ということは M イコール 0X イコール0メートルこの場所がまず明るくなるの分かるよねこの場所が M イコール0があってあと M イコール1を代入する二を代入するスクリーン上にはたくさん明るい場所が見えてるはずだよね それをスクリーン上に投影すると明るい場所が並んでるまさに島模様に見えてるそれが干渉って言うんいい、ね、明るくなる場所は、X、は d 分の l ラムダの small b 倍と表すことができるこれが答えだよ。さあ続いて括弧にやってみよう。括弧に隣り合う目線の間隔を d l ラムダを用いて求めようと。 すでに括弧1で名線ができる場所を計算したよねこれから間隔は計算できるよね全部書き並べてみたいんだけどもどういうことかというとつまり名線ができる場所は D 分の L ラムダの0倍ここだよねそして D 分の L ラムダの1倍 D 分の L ラムダの2倍とこう書いていくと スクリーン上に目線がたくさん並んでいるのがわかるよね。感覚って何かなって言うと目線と目線の位置の差だよね。えつまりえこの最初に登場した目線の位置とその次に登場した目線のこの違いこそが感覚だよね。いい？x の違いだからこれデルタ x と書いたとしようか。これが感覚なんだけども、さらにその隣1と2 やっぱり差を取ると全く同じ間隔で並ぶのがわかるよねえつまり名線の間隔問われたら名線の位置の差を取るだけだとうこうやって M が1,2,3,4って全部書き並べるのがコツなんだだから名線の間隔デルタ X はみんなもうわかるよね0と1の差を取ると D 分の L ラムダこれが名線の間隔だなっていうのがわかるよね さあ今日のおさらいなんだけども今日はヤングの実験を考えたよね、えー、もう一度装置を確認したいんだけども s ゼロに入射した光何が起きるかな波特有の現象が見られたこの現象を解説って言ったよねもう解説っていう言葉しっかり覚えておこうねそしてあとは S2 から P に向かうまでの距離の差をの計算方法なんだけどもえこちらの図を見てほしいんだけどもほぼ平行とみなすんだったよねあとはから垂線を下ろして D sinθ が距離の差なんだけども θ ーーめちゃ小さいっていうことで sinθ ーーと t が非常に近いとこの近似も頭に入るとこう。タン,ジェントであれば L 分の x に置き換えて この流れをつかむねだから乾燥の条件距離の差は D×L 分の x と表すことができるここまでくればあとは今までね学んできた通り乾燥の条件差これ見てみよう乾燥の条件は距離の差が半波長の偶数倍奇数倍で表現できるえ偶数倍で明るくなって奇数倍で暗くなるなとさあこれが乾燥の条件ヤングの実験における乾燥の条件しっかりつかもうね。